ププ主のバンボットだぜ。生徒のマリサです。オタクやは、始めるぜ。このチャンネルが気に入ったら、登録、いいねを忘れなく。ついでにウプ主の、小説ページも覗いてみてくれ。概要欄に、小説ページのリンクがあるから、気になったらポチッとしてね。マリサよ、パラレルワールドという言葉を聞いたことあるかな？はいはい、そりゃ SF オタクですから、当然です。私たちのいる世界と違う、存在はするが確かめることのできない、無限の可能性の世界のことですよね。そうだな。以前は平行宇宙と言われておったこともある。SF では比較的人気のあるジャンルだ。そのパラレルワールドがどうしたんです？うむ、ある映画を見ていたら、パラレルワールドについて考察したくなったのだ。パラレルワールドを描いた映画といえば、ライラの冒険ですかね？いや、今回語るのは、2007年公開の、ディズニー映画、魔法にかけられて、を語るぞ。え、あの映画にパラレルワールド要素って、ありましたっけ？主人公のジゼルというお姫様、アニメの世界から、現実のニューヨークへ転移する、という発端だぞ。あ、それじゃ、あのアニメの世界が、パラレルワールドってことですか？近頃じゃ、パラレルワールドという言葉は使わず、マルチバースというらしいがな。その、パラレルワールドと、マルチバース、どう違うんでしょう？何も変わらんぞ。ただ、パラレルワールドというより、マルチバースといった方が、新しめに聞こえるだけだ。そうなんですね。それじゃ、これからこの動画で、マルチバース、パラレルワールド、どちらを使います？まあ、字数の少ないマルチバースかな。単純に、わしの入力手間が省けるからな。わかりました。それじゃ、マルチバースで進めましょう。この、魔法にかけられて、という映画、どんなストーリーなんです？実写とアニメが混在する、ディズニー映画としては珍しく、セルフパロディが満載の映画だな。珍しく、セルフパロディが満載、という意味は？セルフパロディというと高級に聞こえるが、要するに楽屋落ちのことだ。ああ、そういうことですか。それじゃ、ディズニー映画って、今までセルフパロディってなかったんですか？多少はあったようだな。どの作品かと言われると、例えばブラックホールという映画は、明らかに、海底2万里を下敷きにしたストーリーだしな。ああ、その程度のことですか？でも、それじゃセルフパロディとは言えないんじゃないんですか？そう追い込まれると、わしは何も言えなくなるぞ。あ、私が言い過ぎました。師匠、お話を続けてください。うむ。ともかく、冒頭のアニメパート。往年のディズニーアニメを思わせる、2D アニメで、それがファンは歓喜だな。このジゼルというお姫様、これからどうなっちゃうんです？たまたま近くを通りかかる、エドワードというプリンスに出会い、その場で恋に落ちるのだ。出会ったその場で恋に落ちるって、展開が早くないですか？それがセルフパロディなのだな。昔のファンタジーでは、お姫様と王子様は、出会ってすぐに恋に落ちる、そんな展開が定番だった。そんなありえん展開を、わざわざ観客に示して、ああ、昔のディズニー映画ってこうだったな、と、思わせるところが憎いところだな。ふん、それでジゼルとエドワードは、めでたく結婚、ということですか？そうだ。だが、この結婚を喜ばない人間がいた。エドワードのママ母の、ナリッサという魔女だ。どうして喜ばないんです？義理の息子の結婚でしょう？エドワードが結婚して、国王になると、自分の地位が脅かされると考えたのだな。ナリッサは老婆に変身して、ジゼルを魔法の井戸に突き落とし、彼女曰く、魔法がない世界、で追放してしまう。この辺の描写、ディズニー映画の白雪姫の背景や、キャラクターデザインがそっくりだぞ。それでジゼルは魔法の井戸から、現実のニューヨークへ現れるのですが、実写になる理由がよくわかりません。それは、わしにもわからん。ただ、妄想を膨らませると、あのアニメ世界がマルチバースと考えると、アニメ世界にも独自の物理法則があると思われるな。出た。師匠お得意の、妄想考察。その世界から、我々の現実世界へ転移するとき、物理法則の転換が起きて、それが実写になる際、一種の変換が生じるのかもしれん。もしかすると、それも一種の魔法かもしれません。そうだな。ジゼルは井戸から、マンホールへ出現するが、そのマンホールの蓋までが魔法の世界なのかもしれん。実写のジゼルは、エイミー・アダムズという女優さんが演じていますが、この映画で注目されましたね。うむ。この撮影の時は、実年齢は33歳ということだが、それを感じさせない美しさと、可愛らしさを感じるな。彼女の演技はどう評価されたんでしょう？基本的にオーバーアクトとなるが、決して演技が極端ではなく、ちゃんと感情表現もできておる。微妙な感情表現もできておるから、それが注目され、様々な賞にノミネートされたんだろうな。現代のニューヨークに、おとぎの国のお姫様が迷い込んだのなら、大変なことになりますよね。そうだ。目に入る景色、街の喧騒、すべてが彼女にとっては悪夢の世界だろう。その彼女と出会うのが、この街で離婚専門の弁護士をしておる、ロバートという子持ちの独身男だ。ということは、このロバートとジゼルは？まあ、焦るなマリサ。このロバートという男、離婚専門の弁護士をしておるだけあって、恋愛には慎重だし、現実という固い鎧をまとっておる。現実という固い鎧？意味がわかりませんが。つまりどんな不思議なことが起きても、すべて現実的に理解しようとするのだな。つまり魔法を信じない男だ。それって、ミスター・スポックみたいな男ですか？いや、ミスター・スポックはもっと柔軟だぞ。例えば、魔法が実際に存在すると認めたなら、スポックはその前提で理解しようとするだろう。だが、このロバートはもっと堅くなだ。自分が理解できないことは、思考しようとはせず、目の前から消し去りたい、そう考える男だ。それじゃ、おとぎの国のお姫様とは、麻薬の性格じゃないですか？そうなんだが、そんなロバートも、ジゼルの天真爛漫さに心が開かれていくのだな。
ソファに寝転び、そのまま眠り込むジゼルを見て、彼は一晩だけ止めてやることにする。このシーンは、ローマの休日、という映画の一場面を思い起こさせるな。他人の家に上がり込んで、そのまますやすや眠り込んでしまうなんて、無防備すぎますね。そこがお姫様なのだな。ただし、現実のお姫様ではなく、ディズニーファンタジー世界の、お姫様だがな。現実のお姫様と、ファンタジーのお姫様、どう違うんです？過去の歴史に存在したお姫様は、洋の東西を問わず、かなり過酷な生活を送っていたようだ。例えば結婚相手は、生まれてすぐに決められ、自由な恋愛など不可能に近い。さらに結婚相手の国と、自分の出身国と、戦争状態になったりすると、悲惨だな。どうなるんです？運が良ければ、そのまま離縁となって、故郷に送り返されるが、場合によっては処刑か、牢獄に閉じ込められるな。戦争にならなくとも、男児を出産できなければ、即離婚となって、そのまま尼寺に送られるかもしれん。なんだか、お姫様が羨ましい、なんて思えなくなってきましたよ。現実のお姫様の話はこれくらいにして、彼女の本領を発揮するのは、翌朝だ。うわ、これがロバートの自宅の光景ですか？なるほど、男やもめになんとやら、ですね。この乱雑さを見て、ジゼルは猛烈に張り切るのだな。そこで彼女はバルコニーから、歌声を響かせる。は？意味がわかりませんが。するとネズミやら、鳩やらが集まってきて、ジゼルの合図に合わせ、掃除を始めるのだ。なんですか？これってホラーですか？これもディズニーアニメで、よく見る光景だな。お姫様が歌い出すと、動物が一緒になって掃除やら、朝食の用意を手伝ってくれる、というシーンだ。ただし現代のニューヨークなので、リスとかウサギなど可愛い動物はいなくて、ドブネズミとか、公園の鳩が集まってくるのだ。この画像は？苦手な人もいると思うので、モザイクをかけたが、要するに、G が家事を手伝いに来たのだ。わわわわわ。それだけは勘弁です。ようやく起き出してきたロバートだが、浴室を覗き込むと、ジゼルがシャワー中だった。彼女、全然恥ずかしがる様子、ないですよ。お姫様、というのはそうなのだな。入浴や着替えを、他人に手伝ってもらうのが当たり前なので、肌を見せても、恥ずかしがる感覚が欠如しているのだ。それにしても、ロバート、視線をそらすとかすればいいじゃないですか。こいつ、ガン見してますよ。そこが紳士のたしなみ、というやつだな。ここで慌てて視線をそらしたりすると、彼女が、ああ、自分は恥ずかしいことをしている、と自覚するから平静を装っている。そうなんですか？そこへロバートの婚約者の、ナンシーがやってくるのだ。彼に恋人がいたんだ。ナンシーは、ロバートとジゼルの二人を目撃、完全に誤解してしまうのだ。そりゃあ、こんな場面を目撃したら、誰だって何かある、と思いますよ。ロバートはこれ以上、ジゼルに生活を乱されたくないと思い、別れるため、彼女を連れて公園へ行くのだ。公園って、どこでしょう？多分、セントラルパークかもしれん。わしはニューヨークの地理には詳しくないが、この映画にはニューヨークの名所がかなり出てくるぞ。ははあ、この作品、観光映画でもあるんですね。ところで、誰か、忘れているような？ジゼルと出会い、その日のうちに結婚を決めた、王子様がいたであろう？ああ、いました。エドワード王子ですね。彼もまた、ジゼルを探しに、井戸に飛び込むのだ。でも、そんなに簡単に見つかるもんでしょうか？ニューヨークに出現した早々、騒ぎを引き起こすのだ。が、二人を会わせたくないナリッサは、ナザニエルという手下を送り込み、悪巧みを巡らせるのだ。その、悪巧みって、何ですか？ジゼルに、毒リンゴを食べさせようとするのだ。それって、まるで白雪姫じゃないですか。一方、公園でジゼルと別れようとしたロバートだが、それでも彼女が気になって、つい一緒に歩き出すのだ。なんかいい雰囲気。ジゼルは気分がアゲアゲになって、突然、歌い出すのだな。人前で突然歌い出す彼女って、ロバートにしたら迷惑ですよね。このシーンは、映画中、屈指の楽しい場面だな。ジゼルの歌に、全員が踊り出す、ミュージカルとなる。この映画って、ミュージカルなんだ。なんだ、今頃気づいたのか？でも、突然全員が踊り出す、なんて、現実にはありえませんね。そう思うか？が、わしは別の解釈がある。どういうことです？ジゼルはもともと、アニメ世界の住人だ。あの世界では、突然主役が歌い出し、周囲がそれに合わせ、歌ったり、踊ったりする。その法則が、現実世界のニューヨークでも持ち込まれたら、と考えたらどうかな？おっしゃっていることが理解できないんですが。つまりミュージカル場面になるのは、ジゼルの魔法の力、と考えるのだ。それって魔法ですか？映画のお決まりじゃないのかな？そこがわしの妄想考察なのだ。ジゼルはアニメ世界の法則を、自分の周りに持ち込んでこれるから、ミュージカルになると思うのだ。相変わらず、無茶な師匠のこじつけ考察。話は変わって、ジゼルを探し続けるエドワードだが、ついに手がかりを見つけ、ロバートの住むアパートにたどり着くのだ。これがロバートのアパート？アパートというには、豪華すぎますよ。日本でいうアパートとは、英語では語感が違うらしいな。普通に賃貸し住居全体をアパートというらしく、この建物なら、日本ではマンションと呼ぶな。だが英語でマンションとは、お城とか、豪邸、の意味があるらしく、賃貸しの建物を指す言葉ではないらしい。そうか。それじゃアメリカ人に、日本人が自分は、マンションに暮らしていると言ったら、相手はどんな豪邸に住んでいるのかと、誤解されますね。つい余談が長くなったが、エドワードは、ジゼルを探して、一部屋ずつ探し回るのだ。なんという執念。そして翌朝、ジゼルはロバートと、娘のモーガンのために、朝食を用意するのだ。なんか、いい雰囲気じゃないですか？
と、突然、エドワードの歌声が響き渡る。ということは、つまり？ロバートの暮らすアパートは、12階もあるのだ。その高層アパートを、1階、1階探して回って、翌朝まで探し続けた、ということだな。エドワード、根性ありすぎ。ようやく巡り会えたジゼルに、エドワードは、アニメ世界と同じに、歌いかけるのだ。それじゃ当然、ジゼルも歌で応じるんですね。ところがジゼルは、なぜか戸惑った表情を見せる。いつもの、ミュージカルシーン、ここで始まらないんですか？うむ。ロバートと幾日か過ごした結果、ジゼルの中に、別の考えが生まれたようだな。ジゼルは、ロバートの言う、デートを体験したくなったのだ。男女が付き合う時に言う、お友達から始めましょうって、やつですね。そういうことだ。ジゼルとエドワードのデート場面、ここではあっさり処理されておるな。ブルックリン橋で、ジゼルは、舞踏会に行きたい、と口にする。舞踏会。それっていかにもディズニー映画っぽい、舞台じゃないですか。舞踏会の会場になるのは、ウールワースタワーという実在の建物だな。画像を探したら、こんなのが出たぞ。これは、本当に、お城みたいな建物ですね。舞踏会、というシーンにはぴったりの建物だな。わしも調べるまで、本当にこんな建物があるとは知らなかったぞ。同時に、ナザニエルが次々失敗するため、業を煮やした魔女ナリッサは、自らニューヨークへ姿を現すのだ。実写になった魔女ナリッサも、怖いです。演じているのは、スーザン・サランドンという女優だな。アメリカでは高い評価を受ける、一言で言えば大女優だな。魔女が乗り出してくる、ってことは、これは大変な騒ぎになる予感ですね。そうだな。だが、映画のストーリー紹介は、ここまでにしておこうか。なんですって？これからって展開じゃないですか。いや、やはり映画紹介は、ネタバレまでやってしまうのはどうかと思ってな。魔法にかけられては、配信でも視聴できるし、これから見る人の楽しみは奪えんぞ。それでも随分、名場面らしきところ、紹介してますよ。そうかもしれんが、できるだけ楽しんでもらえるようにだな。まあ、わかりました。それで、師匠はこの映画、どう評価しますか？やはり主演の、エイミー・アダムズによる魅力が、大きいと思える映画だな。調べてみたら、映画界に入る前は、バレエダンサーを目指しておったらしいことだ。だからダンスや、歌も本格的だったのだろうな。この2人、その後どうなるんでしょうね？うむ。続編が配信で公開される、ということで、急遽企画したのだが、見て損はない映画だぞ。一言付け加えるなら、わしは10年ほど前に、アニメの世界にアニメーターが転移してしまう、アニメのお仕事という小説をオープンしておる。うわ、そりゃオタクっぽいテーマですね。その時、マルチバースについて考えたのだが、無限の可能性の世界に、アニメそっくりの世界があってもおかしくないと思ったのだ。ああ、そこに繋がってきますか？もしかしたら、これまで公開された全ての映画、全てのテレビ番組そっくりの世界が、マルチバースでは存在している可能性も、ゼロではないと思う。それは、師匠の妄想もしすぎかも。でも、もしマルチバースで、無限の可能性があるとしたら、師匠の行きたい世界って、どれですか？そうだな、やはりスタートレックの世界かな。スターウォーズの世界もいいが、あっちには奴隷制度があるから、わしなど生きていけないかもな。へぇ、師匠は英語が堪能なんですね。確か、惑星連邦の公用語は、英語じゃないですか。それを忘れておった。しかし日本語吹き替えのマルチバースも、可能性としてはあるからな。師匠のへりくつがまた出てしまった。この動画が気に入ったら、コメント、高評価、登録などよろしくね。それでは次回の動画をお楽しみに。